国鉄の特殊競技船。国鉄の特殊競技船では、内閣鉄道院、鉄道省、運輸通信省、運輸省、日本国有鉄道が運営した、日本の国有鉄道の路線のうち、特殊競技である七百六十二ミリメートル規格の路線群について記述する。これらの路線群に対しては、国鉄競技軽便線をはじめとして様々な故障がなされているが、 公式に統一された名称は存在しない。元来、国有鉄道には 1067mm 以外の基幹を持つ路線は存在しなかった。1906年の鉄道国有法による大規模な私鉄国有化でも、私設鉄道法の影響で、各会社の基幹が 1067mm に揃っていため、結果的に路線網に別の基幹が入り込む余地はなかった。ただし、 例外として、優別警弁線、後の赤北本線、名寄本線の各一部が1914年に建設された際、一部が 762mm 期間で建設された。新規路線として、ナローゲージが採用された唯一の例外である。しかし新規に付設されることはなくとも、大正時代から昭和初期にかけて、付設予定線区に存在する既存施設の買収を、 次々といった結果、762mm 期間の路線が国有鉄道の路線網に混じる現象が発生た。これらの路線に対し国有鉄道は一時的にそのまま 762mm 期間の特殊競技線として運営し、その後一部を除き改め機及び改修を行って路線網に編入する処置を取った。特殊競技線の存在期間は一部の路線を除けば、 基本的に短く、短いものでは1年、長くても10年未満だった。このため路線の象徴が激しく、総路線数や総路線距離は断続的に増減を繰り返していたが、それでも昭和に入ると買収し鉄そのものの増加から、総路線数、総路線距離ともに増大し、1936年から1938年にかけては総路線数6本。 総路線距離1 8 4 2トルと最大値を記録した。しかし戦時中になると改め期を完了する路線が増えて急速な減少に転じ、戦後は釜石再戦のみとなった。最終的に1950年の釜石再戦改め期完了をもって37年間の歴史に幕を下ろした。次の一戦のみである。関北本線。 名寄本線の項も参照のこと。もともとは、北海道の鉄道敷設に関する予定を定めた、北海道鉄道敷設法に、名寄駅氏も優別駅、後の優別駅間の予定線としてあった路線で、本来は着工する予定のないものであったが、開拓を急ぐ声から着工が具体化した。この時に、内閣鉄道員が用いたのが、軽便線の制度である。 軽便線は、鉄道付設法や、それに類する法律で付設が予定されていない路線に、適用される、路線規格で、軽便鉄道法に準拠し、施設の簡易な支線として建設することを条件に、帝国議会で予算承認を得るだけで建設できた。そのため、これをうまく使って、この急な建設具体化に対応しようとしたのである。その結果、当線は、網走本線、 後々北線全線、赤北本線、専門本線の各一部の支線に変更して、軽便線として着工されることになった。これに際し、財政逼迫を理由として、ルベシブ駅から先は 1067mm ではなく 762mm 期間で建設することになり、1915年11月1日に、シャナフチ駅、後の改正駅まで開業。その先、 下雄別までもそのまま 762mm 期間で着工をしかかっていた。しかしこの区間の開通に前後して、帝国議会で全区間を軽弁線ではなく、幹線角であり、本来の当線の規格である本線として建設することが決定し、車名淵駅から先の機間も 1067mm に変更された。 このために東区間は開業した直後からいきなり改め期を迫られる事態となり、翌1916年11月7日には改め期された。期間こそ 762mm であったものの、建築定規は 1067mm 規格であったため、比較的早く改め期を行うことが可能であったのが、救いであった。当線の区間は、後年路線改編によりに分割され、 ルベシベエンガル間が、赤北本線、エンガルシャナフチ間が、ナヨロ本線となった。1989年に、ナヨロ本線が廃止されたため、後継区間として現存するのは、全社の区間のみである。買収された私鉄は、計14社、国有鉄道線としての路線数は、計12線となる。各施鉄及び各線を継承した路線の項も、参照のこと。 私鉄買収線の最初の事例である。鉄道敷設法に規定されていた石巻小田、新城間の予定線との重複から買収された。本来この区間は着工が決定されていなかったが、石巻港を拠点とする仙北京弁鉄道の公共を見て着工を決定し、買収に至った。改めきは、私鉄買収由来の特殊狂気線の中でも、特に早く、 一年後の1920年5月23日には完了している。現在の石巻線の一部に相当する。当線は上越北線、現在の上越線が並行して開業したために、青い木と行きの状態で、1921年には保証を申請して廃止届を出すところまで行っていた路線が一転して国有化されるという得意な経緯をたどったものである。表向きは、 鉄道敷設法の別表に規定されていた、来宝寺おじや、岩沢間の予定線と重なることと、沿線に、軍の駐屯地があったことを根拠に買収されており、他の路線と同じような予定線重複に伴う買収、まだ一種の保証買収にも見えるものであった。しかし実際のところ当たり線の買収は、地元有力者や会社が、当時の与党、立憲政友会に働きかけたことによって起こった、もので、 買収の決定も野党の県政会による激しい反対を立憲政友会が無理やりを知る形で行われるなど特定の政党が単独で計画し力にものを言わせて強行するという極めて政治色の強いものであったこのような経緯があったため路線の経営状態そのものは土外視であり国有化後も平行線の問題が依然重くのしかかって 当選の経営を圧迫し続けた。さらには貨物需要を担っていた発電所工事の中止や第一次大戦後の軍縮による煽り霊軍の駐屯地が閉鎖されたことで存在意義が低下。改めきされずに塩漬け状態となり、ついには不要不急船に指定されて、1944年10月15日に全線休止されてしまった。戦後、 1954年にほぼ同じ経路で1 0 6 7ト、mm、ル期間の魚沼線が建設され、公式には特殊狂気線が改めきされて復活した後継路線とされている。しかし実際にはすでに線路が消滅していた急線の路盤を流用しながら新線を改めて敷設しており、実質的には急線を改めきして新線にしたというよりも急線を廃止して、 新線を一から建設し直したという方が当たっている。なお、再建の際に、大王寺、西王寺や周辺は大きく、ルートが変更されており、この部分は完全な新設線ということになる。その再建された魚沼線も1984年に廃止されたため、いずれにせよ路線は現存しない。なおこの魚沼鉄道買収まで、国有鉄道線としての路線名は、 京弁線とされていたが、1922年9月2日に京弁線の故障が廃止され、特殊協気線も他の路線と同じ区間に線と命名さるようになった。当線の最初の線名である、魚沼京弁線が、途中で魚沼線と解消されたのもそのためである。千葉県営鉄道の一路線で、当初は買収対象ではなかった。しかし、対象末期に、 木更津沖点に内房と外房を結ぶ鉄道構想が起こり、これが鉄道敷設法に規定されていた木更津くるり、大滝大原間の予定線と重なって、互いの利害が一致したことから買収された。この際、鉄道省は無償譲渡を条件に路線延長を約束しており、この取引から無償で譲渡されることになった。なお買収日が関東大震災の直後であり、実際に 甚大な被害を受けていたことから、震災被害の復旧費用の関係から無償で、譲渡されたとする説が、あが、常実の通り実際には、無償譲渡は、政治取引から出たことであって、震災とは、無関係であり、全くの属説に過ぎない。隠して、政府と掛け合ってまで買収にこぎつけたものの、実際には、鉄道建設予算の削減と、政治的な事情から、 約束は保護にされて長く改めきされないままとなり、県議会の講議も門前払いの状態が続いた。なんとか改めきにこぎつけたのは昭和に入った1930年8月20日のことであった。路線名は改めき工事の際に一時、木原再選とされたが、結局元の線名に戻り、現在のくるり線として継承されている。この東納鉄道は、 かつて、ダッ線、笠原線を運営し、現在も自動車会社として現存する、東濃鉄道とは、全くの別会社である。鉄道敷設法に規定された田地右俯間の、予定線を建設中、完全に路線が並行したことから買収された。ただし、敷設法の規定が大雑把で経路が読めなかったため、当初から買収される可能性が、大きい路線であった。 これまでの買収はすべて全線買収であったが、東濃鉄道の場合は新田地見広美間のみの買収で、その先の広美三丈間は買収されなかった。この区間はほぼ同時に新設会社の東美鉄道に譲渡され、さらに名古屋鉄道に合併されて、名鉄広美線の一部となった。なお特殊狂気線時代には、東濃鉄道時代のままに直通運転が行われていた。 改めきは、タイタ線がその名の通り、田ジ耳の大田間を全通させた1928年10月1日のことであった。現在もタイタ線の一部として現役である。トマコマイサルフト間が、トマコマイ警弁鉄道、サルフトシズナイ間が、日高拓殖鉄道にあたる。別会社であるが、実質的に、一つながりの路線であり、直通運転も行っていた。 北海道鉄道不設法にあった苫小牧無課は、浦川広帯広間の予定線と重複したため、両社同時に買収された。なお、日高拓殖鉄道には、浦川延長の計画があったが、この買収が現実化したため中止して、国に任せることにした経緯がある。改め期は、苫小牧側が優先され、苫小牧ルフト間が年月日に、 早くも改め期完了。サルフト・シズ静内間の改め期は1931年11月10日まで持ち越された。現在も日高本線の一部として現役である。なお、サルフト駅、現在の富川駅から分岐していたサル鉄道は、自社車両を一切所有せず、すべて、苫小牧駅弁鉄道の車両を用いていた。このため、苫小牧弁鉄道の国有化後は、 私鉄ながらすべて国有鉄道の車両が使用されているという変わった営業形態になった。日高線の改め期後は特殊狂気線時代の車両を譲り受けて自社車両とている。鉄道不設法の別表で規定されていた八田浜、宇野町、宮の下宇和島中村間、宮の下中村間、大須下長間の予定線と重複すること、 また、口実する愛媛鉄道の買収具体化などによって、予算線が、上島まで達することが確実となったことから、買収された。同鉄道は、四国環状線構想に、後押しされて開業したものの、ひどい赤字となっており、半ば救済のような買収であった。本来は、上述の通り、金営経由での建設を、予定していたため、買収は、 宇和島地下長間のみを予定していたが、末端部のみ残しても意味がないため前線の買収となった。改め期は非常に遅く、完了したのは1941年7月2日のことであった。この時、宇和島駅分岐であった路線を経路変更し、北宇和島駅分岐としている。戦後、淀線建設の叩き台とされ、現在も淀線の一部として現役である。 鉄道府設法の別表で規定されていた福山、府中三寺来島出雲今市館、来島木須機関の予定線に重複すること、またこの予定線の北部にあたる、芸備線の建設が進んだこと、さらには予定線の早期開通を望む声が出たことから、買収された。買収前の1927年6月25日に、電化していたため、特殊狂気線唯一の電化線となった。 ただし電車は走らず、電気機関車による客車列車が運転されていた。なお、路線名は将来の塩町、現在の上杉駅までの延伸を見込んで、復縁線とされたが、1933年11月15日に北側部分に当たる他校、現在の塩町駅茶館が開業し、復縁北線を名乗った他、対応して、復縁南線と改称した。 買収区間は全線ではなく一部で、支線であった高谷線、神戸高谷間は買収されなかった。このため、買収直前に新設会社の神高鉄道に譲渡され、後に伊笠鉄道に合併されて、同社の神戸線となっている。改めきは、北線の工事に合わせて速やかに行われ、1935年12月14日に完了した。 この際、既存の福山駅から少し離れていた、両祖内福山駅を福山駅へ逃亡するとともに、福山城の東側を回っていた福山、横尾間を西側に付け替えるなどの経路変更が行われた。現在も福縁線の一部として、現役で特殊狂気線時代の福縁南線も続称として残っている。鉄道敷設法の規定による、 予定線との重複ではなく、1 9二十年に帝国議会で、軽便線として、予算承認された松山八和田浜間の予定線と、重複したことによって買収された。路線は二路線からなっており、当初は長浜町大須間のみの買収予定だったが、四川の大須新谷内古間についても、この部分だけをそのまま残しても営業継続が難しいとみなされて合わせて、 買収さた、複数の路線を持つ私鉄としては、初めての全線買収である。なお路線は2本だったが、列車はオースでスイッチバックして、長浜町オース内湖と一体運行されており、国有化後もそのまま維持された。改め期は1935年6月から〇〇、3ヶ月間営業を休止して行われ、同年10月6日に完了した。この際に、 伊予白滝から春賀間の経路が変更されるとともに、大須、五郎間の若宮分岐点で分岐していた支線が後、分岐に変更されている。この際、本線が予算線、支線が内湖線となり、一体化されていた列車運行も分割された。現在も予算線の一部と内湖線として現役である。なお、経路は長く改めき当時のまま維持されたが、 1986年に内子線が路線改良により経路変更された際、内子線だった頃、新谷間が廃止され、代わりに予算線の支線として、伊予オスから新谷間が建設された。この時には、改め記事に廃止された、若宮分岐点もい予い若宮信号場として復活し、実質的に特殊狂気線時代の経路復活となった。ただし伊予オス、新谷間は、 改めて前は直線的であり、そのまま復活したわけではない。鉄道布設法で規定されていた国部高須支部市、福島、内海間の予定線と重複したことから買収された。大隅鉄道は他の鉄道と連絡のない孤立路線で、肝付平野の農作物を鹿児島湾側の高須港や古高校へ運ぶ小路線として機能していた。買収後は、 終点の駅名から、古高線と命名されたが、1936年10月23日に、予定線の東端にあたる渋市東串良間の、古港東線が串良駅まで延長した際、路線名を対応させて、古港西線と解消している。またこの時、孤立状態を解消している。改め機は、買収時点ですでに、 渋谷側から国交等線が開通していたためすぐに着工され、1938年10月10日に完了した。この際、スイッチバックだった鹿野駅周辺がオメガカーブに変更されたほか、鹿児島湾側の部分が何カ所も付け替えられた。その後1972年に国分まで延長されて、大隅線となったが、1987年に廃止となり現存しない。 上野大隅鉄道に同じく鉄道敷設法で規定されていた国分高須支部市、福島、内海間の予定線と重複することから買収された。宮崎県営鉄道は南宮崎佐渡原妻間の妻線と帯帯清掃を油津間の帯線の2路線をそれぞれ離れた場所に持っており、両方が買収されているが、その内帯線が 762mm 期間で、 あったため特殊線船となった。また、宮崎県営軌道は木材を輸送するための貨物、専用線である。両路線とも営林所の軌道以外には、連絡を持たず、旅客営業だけを見れば、全くの孤立線であった。買収後は、買収前とは逆方向の終点の駅名を取り、鉄道線軌道線双方を合わせて、油津線を称した。ただし欲しそう、大藤間は、 買収前と同じく貨物のみの営業であった。また1937年4月19日には、渋士油津間が開業し、孤立状態から脱した。その代わり、油津駅は油津線の駅とは別駅になり、同線に元からあった油津駅は元油津駅と解消した。改め機は、渋士からの路線が油津に到達した後から開始され、 太平洋戦争開戦直前の1941年10月28日に完了した。しかし、帯周辺が東から回り込んでいたのを西から回り込むように変えて東帯駅、新しい帯駅としたり、星層を富士間で酒屋川を渡る部分を北側に移設するなどの大きな経路変更が行われたほか、かなりの部分で新土盤での建設となり、 ほとんど新線建設の趣きであった。このようなこともあってか、公式には、油津線は、改め機の扱いではなく路線ごと一旦廃止され、1067mm 期間の新線に切り替えられたという扱いになり、継承路線は存在しないことになっている。しかし実際には、改め機であり、切り替え新線である、渋志線が実質的な継承路線となった。後、 1963年にこの区間を含む支部市、北五間が日南線に編入されたため、現在は日南線の一部となっている。当初は鉄道敷設法にも規定がなく、買収予定のない路線であった。しかし、岩手京弁鉄道は、花巻から釜石方面への交通路を確保する路線として計画されたものの、技術的問題と、 資金難から東野と釜石の間にある難所、千人峠を越えられずに、宿泊区を続けている状態で、長く政府に救援を求めていた。この救援要請は一度は無視されたものの、1925年に、取締役が貴族院議員に選出され、議会に働きかけたことから、1927年に、鉄道敷設法に、花巻等の釜石間の予定線が規定され、 買収に向かいかけた。ところが今度は、鉄道財政の緊縮政策によって買収が立ち消えてしまったため、会社が必死で買収を、請岸、ようやく買収となったものである。路線名は、当初、釜石線であったが、1944年に、東側の部分、釜石陸中大橋間が、釜石東線として開業したために、合わせて、釜石再線と解消した。 改め木はかなり遅くなって戦時中の工事となり、1943年9月20日に花巻柏木平間が完了。しかし戦争のために一旦中止となり、戦後に持ち越された。戦後はカスリーン台風とアイオン台風のために壊滅的被害を受けた山田線の代替ルートとして早期開通が目指され、1949年12月10日に、 柏木平等の間が1950年10月10日に前線がようやく改め期された。改め期に際し花巻等の平総周辺が経路切り替えとなり、また千人峠を越えるために足が成陸中央橋間は完全に新線となった。現在も釜石線の一部として現役である。改め期が戦後までずれ込んだのは当線のみであり、結果的に 国有鉄道最後の特殊狂気線となった。またわずか1年ほどの間であるが、日本国有鉄道が保有した唯一の特殊狂気線でもあった。なお、改めき前、分断されていた千人峠の貨物輸送には、作動が使用されていた。これは、災害復旧による代行を除くと、国有鉄道直営の貨物作動として唯一の存在である。 私鉄買収線の最後の路線である。愛媛鉄道と同じく鉄道を設法に規定された予定線との重複による買収ではなく、1920年に帝国議会で軽弁線として予算承認された伊万里佐世保間の予定線と重複したこと、また伊万里側、佐世保側で本格的に工事が始まったことを受けて買収された。佐世保鉄道は、 本線の他に視線を四本も持っていたが、予定線との重複は、実際には上佐世保左石から、地森谷四つ指佐々吉井館という本線の部分だけで、他の視線は必要のないものであった。しかしいずれも短い視線であることから単独採算が取れないこと、またそれぞれの視線が運転線として重要な役割を果たしており、国策の面からも買収すべきと考えられたことから、 全路線が買収されるに至った。ただし、路線名称は、路線別には制定されず、総称で、松浦線の名称が与えられた。またいくつかの駅名が解消されており、特に四つ指駅は、地名の読みが、四つ指であるのを、四つ指と誤解した上二字を間違えて命名したもので、あったため、本来の地名である四ついとい駅に解消された。 改め木は当初出足が遅かったが、太平洋戦争が始まると、軍港、佐世保を抱えていることや、運搬船であることから、軍需輸送手段としての重要性が高まって、急速に進展し、1943年8月30日には、北佐世保左石、佐根森谷間、左石、柚木間、地森谷、愛浦間が、改め木完了した。この際、上佐世保左石と、 自、森谷、愛浦間は、経路が変わり、起点駅が、北佐世保駅に変更されている。1944年4月13日には4、釣戸井佐々間と、佐々吉井設置バル間、4い戸いからす野浦間が、改め機を完了した。これにより、列車が、吉井4い戸いからす野浦と運転されるようになり、設ちばる方面の支線はそれまでの佐々分岐から、吉井分岐に変更となった。 そして年3月1四十五年三月一日に、アイウラ4つい,いが改めきされ、前線の改めきが完了している。この時には、地森谷新猿館で山巡りから、海回りへ、経路変更が行われ、結果地森谷、アイウラマの支線が、本線の一部に組まれることになった。また一時的に北側で本線となっていた四ついどいから薄のウラマは、この工事によって本線が全部、 改め木されたため、再び支線に戻っている。なお、分岐駅であった地森谷、四つ井の二駅は廃駅となった。この改め木と同時に路線が分離され、北佐世保左石愛浦佐々賀肥前吉井間が、松浦線の一部、左石、柚木間が、柚木線、佐々臼の浦間が臼の浦線、肥前吉井セチバル間が、セチバル線として継承された。しかし、 石炭産業の水備で炭鉱閉山が相次いだことから、1967年にゆず線、1971年にせちバル線、薄野浦線が廃止。松浦線も1988年に第三セクター転換され、現在は松浦鉄道西九州線として現役を保っている。上記はすべて正式の営業線であるが、 国有鉄道ではこれらとは別に大規模な工事の際に付設する工事用専用線でも 762mm 機間を採用し特殊供給線とした路線があった。特殊供給線として付設された工事用専用線は以下の7線である。これらの路線は工事の実務に用いられるだけでなく、客車を有して作業員やその家族を輸送したり、 生活物資を輸送したりするのにも使用された。戦後は、水道工事の技術が上がったことや、トラック輸送が常用されるようになったために、工事用専用船そのものを付設することがなくなり、姿を消した。特殊狂気船の中で特殊な例が、第日本気道大田嵐車線である、小田原熱海間を運航していた道船は、東海道本船の経路が、熱海経由となるにあたって、 平行線として経営が立ち行かなくなることを予想し、1920年に国有鉄道へ一切の施設を売却した。他の場合ならばこのまま国有鉄道線に組み入れられるところだが、この場合はそうはならず、国有鉄道は設備、車両を保有するのみで運営に関しては民設の熱海機動組合が当たることになった。いわば国有民営の状態である。 道線はその後主に丹那トンネル建設工事の作業員輸送に用いられたが、1922年に国有鉄道の小田原真鶴間が開業するに伴い平行区間を廃止、その後国有鉄道の熱海到達まで維持される予定であったが、その直前の1923年に関東大震災で壊滅し、そのまま廃止となった。線は表向きは、 完全に私鉄であり、国有鉄道線であったことはないが、設備、車両が国有だったという意味で、国有鉄道の特殊狂気線に類する路線として、捉えることが可能である。また、日本国有鉄道100年市でも、買収路線として取り扱われている。期間 762mm という国有鉄道の、規格から外れた路線であったため、車両は、 間接線の優別線で使用するために輸入したけ、200系蒸気機関車などわずかな例を除き、非買収施設の車両に、国有鉄道車両としての形式を与えてそのまま、使用した。ただし買収されずに、廃車、譲渡された車両も多い。車種は、非買収施設に、蒸気鉄道が多かったことから、蒸気機関車と、客車、貨車がほとんどで、 ごくわずかに内燃機関車、ガソリン機関車と電気機関車、機動車が存在し、電車は存在しなかった。形式記号は、蒸気機関車の場合は、動輪数を示すアルファベットを付けずに、軽便の毛に直接形式番号を付けた。その他の車両も毛の後に国有鉄道の称号規定に準じて、車種を示す記号を受けた。これは内燃機関車。 電気機関車にも行われ、k d b 1型、k e d 1型のようにカタカナとアルファベットが混在する形式記号も存在した。形式番号については特に規定が存在したという記録は残っていない。ただし、機関車の大きさについては一応の配慮がなされており、1912年製の K200 型と1919 19年製の K100 型を基準として、 機関車の大きさに応じて上下に展開した。そのため、1067mm 機関の機関車のように、形式番号が5の倍数にならず、計 158K のような中途半端な波数を持つ形式が発生したり、一旦国鉄席に編入後、私鉄へ払い下げられた車両が再度国鉄席に編入される際に、別の形式が付与されたり、 譲渡者などの来歴確認をきちんと行わないまま、買収選区ごとに安易に形式付与を実施し、結果、本来なら同形式になってしかるべき車両が複数の形式に分裂するなど、形式の乱造が起こった。また、K1 型が存在せず、最小形式が K90 系であったのもこのためである。これらの車両は改め記号、 私鉄に譲渡されたものもあったが、多くはそのまま廃車となるか、他の特殊狂気船での車両増備のために、転属させられたり、工事船に転属させられたりした上で、余裕になり、次第廃車にされた。ただし、蒸気機関車の中には、特殊狂気船自体が消滅した後も車席を有して、各地を転々としたものもあったため、特殊狂気船の車両分け十二号が九百五十八年に、 札幌の内部工場解体されるまで生き残っていた。この間、これらの車両が工事用などに使用されていたのか、それとも単にたらい回しにされていたのかはつまびらかでない。このように規格外の車両として早く処分されてしまったために現存する車両は極めて少なく、タイタ線で用いられていたケ90ケ91号と、有別軽便線で使用されていた家204号の3両が、 わずかにされているのみである。K90 号は、東海旅客鉄道社員研修センター、旧中部鉄道学園、愛知県名古屋市畜作の構内、桜通沿いにある展示場にカットモデル化されて、保存されていたが、現在は、リニア、鉄道館に移設されている。K91 号は、浜松工場、静岡県浜松市中区にほど近い遊歩道。 掘り止めポッポ道に一部カットされた状態で保存されている。なお両者とも野外保存で行動から観察可能な点は同じであるが、公開環境は大きく異なる。K91 号は、柵もなく機関車自体に触れることが可能で、機関室に入ることもできるほか、市により石綿対策が行われるなど、積極的に公開が行われている。一方 k 9 0号は、リニア、 鉄道館で公開されており、入館者は自由に見学が可能である。廃車後そのまま現地で保存されることになり、現在は、カレン空港の近くにある、三鷹鉱石鍵博物館、カレン県新四郷号行楽村の庭に、木造有害者と共に、野外保存されている。日本の機関車としてではなくあくまで、台湾の機関車としての保存であり、改造のうちに製造名板は失われ、 水タンクや窓が変更されるなど一見して、毛200型とは分かりづらい状態になってるが、それ以外の部分は全て原型を残している。ただし修復がなされているものの車体のあちこちに痛みが見られ、保存状態があまりいいとは言えない。車両の周囲に柵などは設けられておらず、自由に近づくことができるようになっている。以下、各車種の形式を、ほぼ時代順に列記する。 上記機関車以外のカッコ内は、使用線区、営業専用、工事専用、買収機動車の項も、参照のこと、営業専用、工事専用、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。